で正直フーラカナトの第一印象って前話したことあるから大丈夫だと思うんだけど、すっげーなんかチャレー兄ちゃんだったの。でもガチで怖くて、フーラカナトの初見本当にな、何この陽キャみたいな感じだったの。まあ、VT 時代の宣材写真は結構落ち着いてるけど、今の感じ見てもらえば分かると思うのよ。今の感じ見れば分かると思うんだけど、なんかアクセサリーとかザラザラでさ、なんかマジで怖くて、わーこの人と喋れるかなむゆみたいな、喋れるかなどうしようみたいな思ってたら、すごい優しく、え今ここだよって教えてあげてて、あいいやつよかった、むゆこのクラスでやっていけそうやっていけそうよかった思ってね、安心しました。うん、実際喋ってみたら、なんだろ、本人も言ってると思うけど、意外と人見知りだったらしくて、最初の頃は喋んなかっただけで、今もなんかもうね、おふざけクソガキみたいな感じなんで、うんね、元気そうでよかったなという。渡来ひばりは声でかかったな、やっぱ最初から。なんかすごい、なんかそれこそ、声でかいキャラみたいな感じだったけど、最初はなんかハキハキ喋る人だなぐらいだったの。そんなさ、初対面でさ、すげえこいつ声でかいって思うことないじゃん。あ、すごいなんか元気で明るくてハキハキ喋る人なんだな、みたいな。そう。身長も高めだし、なんかこう、なんかね、ハキハキしてて、すごい気のいい兄ちゃんなんだな、みたいな感じだったな。それこそね、上のやっぱ配信機材できないことをたくさん手伝ってもらっていたので、そのやつはね、機材にとても詳しいやつなので、うん、すごい優しい兄ちゃんって感じやな。こう余裕のある大人の年上の人みたいな , 笑顔がやっぱさっぱりしてていいよねって思ったからな。うん、初対面そんなに印象も変わってないけど、思ってたよりクソガキだったかな。もうちょっとね、お兄ちゃんだった、初対面の時は。うん、今、若干クソガキだなとも思ってる。まあ、ボラクタクションみんなクソガキなんだけどね。で、四季凪あきらかな。四季凪あきらは、一番最初に喋ったのが、一番最初みんなで会った日の帰りの道で、こう、やっぱ22とかでさ、歩いてくじゃん。道狭いからさ、もう22とか1人とかでさ、こう、2列ずつでさ、帰ってくじゃん。その時に、たまたま泊まりにいて、で、そこで、花火じめて喋ったんだよ。あ、はじめまして、みたいな。初対面、そんなに、こう、めちゃめちゃ喋るタイプじゃなくて、人見知りってわけじゃないけど、まあ、そこそこ緊張するから、え、どんな感じでみんなと話していこうかな、みたいな、思うじゃん。そんな中で、目が何話そうかな、初対面の人とって思ってる中で、向こうからずーっと話しかけてくれてて、ずーっと話題提供しててくれてて、あ、すごいこの人、ずっと喋れる。しかもなんか声低くて、聞き取りやすいとか、声がいいなーと思ってたんだよ。うん、すごい響く、いい声してるじゃん。わ、いい声と思ってたなぁ。うん、ずっと喋ってくれるし、いいやつ、すごいなんか、年上っぽい感じするわーって思ってたんだけど、まあ、今となって赤ちゃんやね。だいぶちょっと乙女な部分がね、見えて、まあ、思ってたよりは、乙女だったな。セラフナザルガーデンは、ガチで喋んなかった、最初。やつはもうこいつなんだろうと思ってた。なんか身長ガチ高くてムスッとしてて、怖いと思った最初は。全然喋んないしこいつ怖いと思ってた。うん、でクラスも違うから機会もないし。でもなんかそれこそ何回かの話してると思うんだけど、その VTA のグループチャットみたいなとこあって、マネージャーさんとか関係者がみんないるグループチャットがあって、そこでたまにそのお話とかしてたんだけど、その時に、なんかくっそ深夜に、まあ2、3人ぐらい、2人じゃなかったな。3、4人ぐらいだな。になった時に、めっちゃ喋って、それでなんかすっごいもうずーっと適当なこと言ってんの。もうずーっとなんか、脊髄で会話してんのか会話してないのかわかんないみたいな話をずーっとしてて、で、むゆも結構そういうタイプだったから、脊髄で会話、するタイプだから、お互いにずーっとよくわかんないことキャッチボールだから、スプラトゥーンの配信見ればいいや。そう。二人やとスプラトゥーンの配信みたいなことを、一生やってたの。2時間ぐらい。それで、やっと仲良くなった。あ、こういう子なんだってなった。はい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 。なるほどね。ごめんな、お前のこと全然喋んねえ。身長が高い怖いやつと思っててって思ったね、その時。仲良くなったって、まあ、慣れたんだろうね。最初は多分人見知ってたのかな。
慣れてきたらいっぱい喋れたねっていう。